皆さんこんにちは、東海村塾の吉澤大樹です。山田聡です。はい、前回ですね EV 車のことを取り上げたんですけども、今日は実際に日産のリーフレンタルしましたので、乗り心地だったり、性能、充電方法などを皆さんにリポートしていきます。はい、していきます。お願いします。じゃあまず日産リーフの外観から皆さんと一緒に見ていきたいと思います。山田さん、これ結構外観でかっこいいですよね。割とかっこよくてね、欲しくなっちゃいました。欲しくなっちゃいました ね。結構いいかもしれない。じゃあちょっとあの後ろの方とかも見ていきましょうか。そうですね、はい、じゃあちょっとこうして、まずねこれね、ホイールが結構かっこいいんですよ。かっこいいですよ ね。ホイールがね結構かっこよくて、なんかねいいですね。あとなんかその辺なんか書いてますね。はい、ここにね、あのゼロエミッションって書いてあるんですよ。ゼロエミッションって、ね、排気ガスゼロって意味ですか。そういうことです。なるほど、それが売りなんですね。はい、結構かっこいいな、本当に。なんかちょっと裏の方も見てもらって、ここにもねゼロエミッションって書いてある、ね、あ、本当だ、本当書いてある、まあ、正直ね外観はねめちゃくちゃいいです。かっこいい、割と好きです。うん、あの昨日あんだけ山田さんと EV 車のことやったんですけど、ちょっと欲しくなってしまいました。じゃあ実際に乗っていきます。よろしくお願いします。はい、じゃあ、 あの車の、運転席周り見ていきたいと思います。じゃあ山田さんにこのまま乗ってもらって、はい、まあ日本車なんで右ハンドルですよね。はい、それでまあ普通のこれがステアリングで、ここにスピードメーターがあって、これはいろんなドアの警告とかが出た感じですね。あ、これですね、これをポンポン押すと、お、鍵を持ってると押せるのかな。鍵を持った人が近くにいるとね、鍵中入ったやつが大丈夫。あ、鍵入ってるからね。これで電源が入っちゃいました。で、この横にあるのがですね、なんていうか、はい、あのチェンジレバーって昔言ったんだけど、チェンジしないんだけど、まあ一応ですね、パーキングとドライブとバックとこれで切り替えるみたいですね。なんかゲームのリモコンみたいですね。私もうちょっと大きくてカチャカチャってやる方が、まあ、好きなんですけど、はい、まあそんな感じで、ここにあるのが、パーキングと、パーキングブレーキのボタンでですね、はい、なんか足を踏んでこれを押すと、お、パーキングになったと。サイドブレーキ、サイドブレーキですね、はい、サイドブレーキの形になりますね。じゃあまず車の、 あのエンジンっていうんですか、モーターっていうんですかね、電源をつけます。ピコ、すごい静かですね。エンジンかかった気がしないですよね。うん、なんかほら、あの車ってエンジンつけるとこうブロロロって言うじゃないですか、うん、あれがね全然ない。寂しい。もうねスマートフォンを電源つけたような感じの、うん、あのピッてつけても何にも音がしないんで、うん、静かでね、うん、なんかまあ快適っちゃ快適だけど、ちょっと寂しい感じしますね。まあでも次の世代の人からは、じいさんが余計なこと言ってるなとかって言われるようになるかもしれないね。そうですね、うん、じゃあ実際にちょっとあの発進します。はい、行ってきます。はい、発進。おー、すごい静か。路面を開く音はやっぱりあるから、しばらくまっすぐでいいんですか。ちょっと、うん、全然わかんないですね。次左曲がります。はーい、あ、オッケー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 。レバーが上がないんだ、ポビンみたいなやつ、うん、ETC でレバーある、あの、あるの日本だけだよ。へー、はーい。今あの運転し始めて20分ぐらい経ったんですけど、この EV 車の電池残量がさっき 97 か 8% だったんですよね。で今見たらもう 86% になってました。山さん、ちょっとやばいかもしれないです。え、目的地つけるかな。もうね電池がね 86% なんで、さっきね20分前に 10% も減っちゃったんで、うん、なんか思ったより結構電池減りが早いなっていうところを感じましたね。ですよね、はい、ガソリン車だったら このぐらいだったらまたフルのままに張り付いたままですよね、うん、
で止まっちゃあの充電スポットがまだ結構少ないじゃないですか、はいはい、だから減ってくるとなんかちょっとね焦ってくるこっちもジャフに頼んでガソリンタンクで持ってきてってわけにいかないしね。そうですね、うん、はい、まあ、もうちょっと走ったらまた電池残量をちょっとまた報告します。じゃあ今30分くらい新宿から運転して石川パーキングに到着しました。で皆さんにボンネットの中と充電するなんていうんですかね、ここなんていうの、充電ポート充電ポートちょっとね一緒に見ていきたいと思います。でちょっとボンネット開けます。はい、あらこれかこれ、はい、よいしょ。じゃあここに引っ掛けて、はい、じゃあボンネットの中こんな感じですね。山田さんどうですか。なんかすっきりしてますよね。はい、そうですね。でこれバッテリーなんですけど、はい、これで走ってるわけじゃなくて奥にある電池ちょっとまあ見えないかもしれないですけど、はい、座席の下にずらーっと電池が並んでて、うん、その電池の力で走ってると思うんですよね、うんうんうん、これが多分モーターだと思うんですよね、はい、ちょっと見てみないと分かんないです。こうちょっとギアボックスにしては大きいから多分これモーターでしょうね、うんうんうん、なんか思ったより結構すっきりしてますよね。そうですね、はい、メーカーによってはここをこうかっこよくデザインするためにね、うん、こう短くしてビャッビャッと入ってるところもあるんですけど、はい、まあ、印象的にはガラガラみたいな、うん、そんな印象ですよね。そうですね、うん、はい、じゃあ次にこの充電スポット、充電スポットっていうか充電ポートかな、充電ポート何て言うんだろうね、ちょっと開けていきます、はい、パカッ、ほらでここのレバーをこう外すとここにプラグを挿すところがあるのでここに挿して充電するってことですね。そうですね、ここにこうガチャーンとこう、はい、ね、挿して、うん、もうちょっとしたらちょっとそれも実演してますかね。そうですね、はい、帰り道に実際の充電しているところも様子もリポートしますんでよろしくお願いします。帰り道まで電池持つかねですかね、ちょっと怖いよね今ね、はい、うん、今ね30分運転した電池残量もこれから紹介しますので見てください。で先ほど新宿から発車した時は 97% だったんですけども、現在30分運転して電池残量が 80% です。はい、今新宿から60キロぐらい先の談合坂サービスエリアに到着しました。で今の電池残量がなんと 63% ですね。新宿が出発した時が 97% だったので、まあ、34% 減っております。結構電池の減りが早くてだんだん焦り始めております。山田さん、はい、そしたらですね、うん、あと5キロぐらいで、うん、川口湖の料金所つくんですけど、はい、今電池残量どれぐらいだと思いますか。さっき50とか言ってたから、はい、40台今 40% ぴったりっす。やば怖いな。怖いっすね、うん、まあ、多分今新宿から、まあ、80キロぐらいは進んでると思うんですけど、うん、もうね 39% になりました今、なんかちょっとね、充電することを考えないといけないね。そうですね、ちょっと遠出するときは、うん、距離とあと充電どこでするかっていうのをちゃんと決めないと、うん、電池切れになって途中でピタッて止まっちゃうかもしれないんで気をつけてください。気をつけましょう。はい、ではですね、新宿からだいたい120キロぐらい走って川口湖に到着しました。皆さん天気悪いですね。なんか雨降っちゃって傘もさしてね。そうですね。いや後ろこれ川口湖です。はい、広い広い、すごい釣りしたいっすね。ですよね、なんかもやっちゃってね、はい、でもなんか空気がいいからなんかちょっとね、うん、ここにいるだけで健康になるような気がしますけどね。長生きできそうですね。長生きできそうですよね、はい、ってことはそっか、都会に住んでると長生きできないのかな。そうかもしれないまあEV 車ね、うん、今日、うん、東京からここまで走ってきて、うん、まあ、100キロ、120キロぐらい走ってきたんですよね、うん、で、今、うん、じゃあバッテリー残量どれぐらいなのか、うん、山田さんどれぐらいだと思います。
さっき50とか40とか言ってたから、はい、40ぐらい今ですね、うん、バッテリー残量が、うん、なんと 30%。 いや、あんま残ってないじゃないですか結構ギリなんですよね。スマホで 30% だとちょっと焦って充電したいなと思うところじゃないですかね。ちょっとね、うん、ドキドキしてくるような状態なんですよね、うんうんうん、なので今から今度は逆に、うん、あの新宿に帰ります、うんうん、で、あの新宿まで帰れないので 30% じゃ、うん、途中であの充電をしていきます、うん、で、あの充電の方法とか、うん、あの何分ぐらい充電時間かかるのか、うん、どれぐらい充電できるのかっていうのも検証していきます。ああ、でもあんまり早く充電すると2回充電しないといけないことになるかもしれないですね。そうなんですよ。ってことは結構ギリまで引っ張って、はい、それで充電と。そうです。でもまあ充電スタンドが使われちゃってたりとか、うん、途中でなかったりすると、うん、あのバッテリー切れで走らなくなっちゃうので、うん、ちょっとまああんばいいところでやっていこうかなと思ってます。なんかちょっとなんか気にしすぎちゃってなんか楽しくないですね、はい、そうですね、うん、まあ、最後にちょっと東京に着いたら、うん、また今日のあの EV 車の感想とかちょっと総括をですね、うん、話していければと思っております。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。今日はあの EV 車にびっくりです。何がびっくりしました？電池の減り方。あらららら思ったより早く減るんです。これは危険ですねありがとうございました。はい、どうですか EV 車の乗り心地は。あのね、オートマ、あのマニュアル車からオートマに乗った時の感覚と同じかなって気がしました。うん、うん、だからで、なんかこうここにこうあのなんていうんだっけ、チェンジのギアがないから寂しい気はするけど、うん、まあオートマと思えば、まあ、こんなもんかなみたいな、うんうん、ね、まあ、乗り心地は悪くないですよね。乗り心地はいいですよ。でエンジンの吹きもいいし、あ、エンジンじゃないか、モーターもそんなにね悪い感じじゃないから、うん、だからやっぱりさっきから気になるのはこのバッテリー 25% になっちゃったみたいなねもう 25% だったんだ。そうもう今 25% だからやばいっすね。やばいっすね。ちょっとそろそろ充電コーナーを本気で探し始めないと。探さないといけないですよね、はい、わかんないですね。見当たらない。この充電スポットが地図に出てるところに向かっても充電スポットがどこにあるのかがよく分かんなくて今ぐるぐるしているところです。これぐるぐるしてるうちに電池なくなっちゃったらどうすればいいんだろう。そしたらあの帰れないです。帰れないの帰れない、リバーク もういいっていう。もう怒られた。山さんこれどこ止めたんですか今。分かんないです。いや、あの充電器の前、河口湖の駅のね、うん、コーヒー飲もうって言ってたらね、そのパーキングにたまたま充電器があってラッキーみたいな。ラッキー。はい。あ、これ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 。あれ言ってるね。こうか。はい。前開いた。うん。後ろのワイパー止まってる？はい、ありがとう。じゃあ、はい、行きますか。じゃあ、ここであの充電しますよっていうのを取りますか。これでもカード入れるやつがない。あ、カードさっきもらいました。あそこで、受付で。それが、これ多分対応してないからさっきのマークが出てきてない。そういうこと？でも、あれ使わなくて、別に現金入れればいいんですもんね。あれ、必ずあれを使わなきゃいけない理由は。ないじゃあ、うん、ちょっと待って、本当に使える？これなんかさ、画面が何も映ってないですけど、クイックチャージって書いてあるけど、領収書を、え、これ500円玉しか使えないの？もしかしてセンサー使えないの？あ、下がってきちゃって、じゃこれ使えないから出てこないのか。どういうこと？あ、ダメですね。これカスじゃんこれ。ダメじゃん。何これ。あー、電池 1% で来なくてよかったね。よかったー。あ、待って、もしかしたらこれガチャコンってやったら動くとかないですか。まあやってみましょうか。うん、ガチャコン。あ、これ急速充電。あ、ガチャゴン入った。入った。で、これで。ここまで下げる。はい、下げた。ええー。
嘘でしょ使えないです。でこれ使えないってこと？あ、結構すぐ行けるな。あ、なんか充電スポットあったんですけど、ダメな、使えない場所でした。よかった、まだ 20% 残ってて。ちょっとまた別の場所探しに行きます。行きます。あ、ちょっと電池がないので急ぎます。あの今止まった充電スポットがなぜか使えなかったので、ちょっとまた別の充電スポットに移動します。はい、なんかギリギリで来ちゃったらやばいっすね。やばいっす。もうね、今あのいろいろ探して回ってたらあと 20% しかないんですよね。やば、やばいっす。探すだけで 5% って書いてあったことが。なんでちょっと追い詰められてきたんで、これからちょっと真剣に探していきます。行きましょう。はい、じゃあ出発します。出ればいいんですね。うん、あ、確かに新宿で時々富士周遊って電車見たことあるな。あれがそれか。なるほどな。あ、また入ってる。さっきの、さっき出て行ったやつ戻ってきたんじゃないだろうな。あれが富士周遊か。なるほどな。はい、今あの充電スタンドにようやく着きました。いや、見てください、これがあの充電スタンドを表してる看板なんですけど、あの車のカーナビのマップで充電スタンドっていうのがこういくつか出てくるんですよね。でも全然見つけられなくて、看板が分かんなくて、ぐる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 あの探しててようやく発見した看板これです。で、結構ね大きくて見えやすいような気がするんですけど、実際走ってるとあんまり気づけなくてスルーしちゃうんですよね。だから山田さん、かなりあの充電スタンド見つけるの大変でしたね。全然大変でしたよね。だって目悪いから、こんな字読んでる時間もないし、はい、なんかこう絵で分かるマークを決めてほしいですよね。うん、うん、なんかこのマークをでかくついてる方がなんか分かりやすいかもしれないよね。そうですね。うん、この充電スタンドがちょっと見つけにくさっていうのも EV 車の困っちゃうポイントの一つかもしれないですね。そうですね。はい、はい、じゃあ、 あの別のポイントつきました。じゃあ山田さん、ここは使えるかどうかちょっとチェックしていきましょう。まあチェックはいいんですけど、使えなかったらやばいっすね。あ、画面にタッチしてくださいって書いてある。あ、出ました出ました。イングリッシュ、あ、違う、日本語。よかったよかった。で、コネクタを接続。あ、じゃあちょっとここ、これね、これ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 、このコネクタをガチャコンと取ってですね、これ急速だから急速に入れるんだね。で、こう持ってきて、で、結構これちょっとギリだな。で、パカッと。で、ここね、あの多分通常充電と、うん、こっちが急速充電なんですね。ですね。で、こう急速を開けます。はい。で、ガチャコン。ガチャコンとやって、カチッと OK が出るまで押し込む。OK ね。で、これで今、差し込めましたんで。はいはい。認証してください。IC カード入れるんだ。うん、さっきほら、あの、もらったじゃん。あ、そうだ。で、なんかこの日産レンタカーチャージングカードっていうのをどこに、はい、なんかここにピタッとやって、あー、よかった、よかった、よかった、わからないことだらけだね。で、接続してるからスタート。はい、スタート。お、おー、やったー、充電中でね。30分充電するんですけど、はい、今、まあ新宿から河口湖に来て、うん、で河口湖で着いた段階で 30% だったんですよ。うん、で、河口湖で、まあ、周りの今充電スポットぐるぐるぐる探してたら、うん、今ね、電池が今 19%、うん、19% から30分で何%になるか見ていきましょう。うん、見るのはいいんだけど、はい、30分何するの？30分ですか？ちょっと周りを見てもらって、なんかお店ないですか？車でちょっと、あの、喫茶店でも行こうか。あ、行かないよ。そう、充電中はね、ちょっと何もできないんですよね。あ、そうか。じゃあ、そんな感じで、また30分後に何パーセントだったか、ちょっとお届けします。お届けします。あ、1分経った。長い。あ、そっか、過ぎちゃったからまた30分開始しちゃったんだ。いや、してない、充電が終了しましたになってるからさ、
コネクタを戻してくださいだから。あ、よかった。OK を押せばいい。はい、OK 押していい？はい。押すよ。でもなんかこれ給電オンしてるけど。充電処理中。はい、これで OK。で、抜いてくださいって。はい。はい、OK です。はい、さあ、何パーセントまで充電できたでしょう？はい、じゃあちょっと見てみましょうか。なんかさっき予測ごっこしましたね。はい。何パーセントって言いましたっけ？ね、自分はね、60%。俺 70%。70%。80%。92%。はい、さあ、何パーセントでしょう？ちょっと今見てみますね。あ、お願いします。はい、じゃあ。30分充電して、今電池残量が 76% ですね。おお、やったー。山田さんが一番近い 76%。 なので、はい、30分で 57% 充電できました。新宿まで帰れるかな。ギリギリ帰れますね、新宿まで。いや、渋滞したら怖いね。そうですね。なので、まあ一旦とりあえずこれでまた新宿に戻っていきたいと思います。はい、戻りましょう。はい、戻りましょう。はい、じゃあ今ですね、新宿に到着しました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、でも楽しかったですよね。楽しかったですね。うん、うん、EV 車のいいところ悪いところっていうのが、実際に乗ってすごく分かりました。分かりました。はい、で、一応電池はさっき充電帰り道にして 76% だったんですけど、うん、今山梨から新宿に帰ってきて、うん、電池残量が 34%。 思ったより減らなかったですね。そうですね、帰りは坂道、うん、下り坂だったので、うん、多分ね、あんまりエネルギー使わなかったのかな。ああ、なるほどね。うんうんうん、で、行きは坂道だったので上り坂だったんで、うん、ちょっと電池使っちゃったのかなと、うん、まあ、そういうちょっと道によっても電池のちょっと減りが早かったり遅かったりっていうのがあるので、まあ、一概にはちょっと電池の残量が減りが早いなっていうのも言い切れない部分あるんですけど、まあ、参考にしてもらえればと思います。まあ、もう一回ね、最悪入れないといけないんじゃ、はい、充電しないといけないんじゃないかと思ったほどじゃなかったね。そうですね、うん、ここは安心しました。安心しました。あと山田さん、今日の、うん、EV 車実際乗ってみて、うん、まあ良かった点と、うんうん、あとちょっとここ困っちゃうなっていう点もしあれば、最後にちょっと総括でいただければと思うんですけど、うん、朝ですね、はい、ここで止めて話した時、これ買いたいねなんて話してましたけど、はい、やっぱり買わないね。いや、でも車としてやっぱり日産が作ってるんで、はい、もう普通だし、うん、ね、なんていうか、エンジンのフケっていうかモーターなんですけど、うん、踏んだらパッと反応するしね、まあ、いいんですけど、うん、はい、やっぱりその航続距離が、はい、まあ、カタログスペックはともかく実際の感覚だと200キロぐらい、うん、そうですね、ってことは往復100キロの範囲でしょう、はい、そうすると普通の家だったら往復100キロのとっていうのは月に1回とかはやっぱり行くんじゃないですかね、うん、まあそうですね、ちょっと遠出してみたりとかしますね。お父さんのゴルフとかね、はい、ね、それにはやっぱり使えないみたいなね。そうですね、充電するのに時間、急速充電で30分で 40% しか増えないんでしょ、はい、そうですね、45% ぐらいだった気がします、ね、それで充電箇所も少ないし、はい、探すの難しいし、うん、探し当たったとしてもなんか一度に2箇所しかできないわけですよ、最大ね。そうですね、1箇所のところもあったしね、はい、そう思うと、なんかまだ実用じゃなくて実験実証段階かなって、うん、まあそんな感じですよね。そうですね、うん、ちょっと私生活で使うとなると、うん、まあちょっと難しいかもしれないですね。それとね、もう一つ考えたのはね、はい、EV 車の発展系がハイブリッドのような気がして、うんうんうん、つまりハイブリッドが出て EV が流行ってるから、はい、EV の方が進化系だみたいな気持ちがあるんだけど、うん、よく考えると、うん、EV のダメなところを補ったのがハイブリッド、はい、つまり EV だと航続距離が短い、うん、それを、ね、エンジン積んで補って、はい、それで EV のエコだとか、うん、そういうところはエンジンと、ね、電池とモーターでこう補って、はい、ハイブリッドの方が EV より上じゃないかって、なんかだんだんそんな気がしてきました、はい、そうですね、実際乗ってそう感じますね。感じますね。はい、いや、本読んだり話聞いてるだけじゃなくて、やっぱり乗ってみてよかった。はい、うん、よかったです。よかったです。はい、まあそんなところでですね、今日は EV 車に実際乗った動画をですね、公開させていただきます。ぜひこれからも YouTube の動画見てください。チャンネル登録、いいね、コメントよろしくお願いします。今日もありがとうございました。ありがとうございます。